ポップスみたいな。まだ駐車場ですよ。営業車とかね、自社の前に越してもらって、ただの山下側に軽量車とか、軽量車をだん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 やってきて、そう止めたりするときに、自分の新車を買う。それが本当、専門だと思うんですよ。バスから、バスから時間でも楽になったりっていうのは、買っちゃうんですよ。知りたいとかね、知りたいとかね、知りたいとかね、知りたいとかね。はい、こんにちは。今回ですね、ディーラーとかの自爆営業についてね、ちょっとお話をしようかなと思ってるんですよね。まあ自爆営業ってね、まあ、聞いたことあると思うんですけど、ほんとね、小さいものから大きいものまでほんと多いんですよ。自爆営業がなんでなくならないのかについてね、お話しようと思うんですけど、まあ自爆営業って何っていうことについてなんですけど、例えばディーラーで言うと、まあ毎月毎月車検とか点検とかの台数だったりとかね、目標があるんですけど、例えばその点検のね、台数が足りないから、自分の車をね、シャワリを使って点検をすることによって、それを1台にカウントしたりとかね、 JAF をまあ自分で加入したりとかね、あとはその身内とか友達にもうね、年会費はいらないからね、1年だけで入ってよとかあるんですよ。まあ整備ミスとか、まあ返品が効かない部品とかをね、間違えてね、頼んだりとか、まあそういうのを処理したりとか、まあお客さんに無理言われて、まあ1万2万のオプション部品を自腹でね、処理したりとか、まあいろいろね、細々あるんですよ。で、やっぱその中で一番大きいのはやっぱり車の購入、新車購入っすよね。これをね、新車を購入するのに、まあ私が前回完全に否定したザンクレ、これを使って、新車を買うんすよ。で、ザンクレ組んで、まあ、3年とか5年でね、乗り換えをね、するんすよ。新車の営業マンたちとかが、月々の支払い変わんないからいいんだって、なんかね、どうにかこう自分を納得させて、買うんすけど、これがね、本当にね、自爆営業で一番問題で、私もね、整備から営業になった時に、まあ、営業用で、軽自動車が欲しかったんですよね。もうどうせ結構距離乗るし、で、通勤とかも遠くなったんで、1時間とか、車で1時間とかの通勤だったんで、それプラス営業でね、使うから、やっぱ軽自動車が欲しかったんですよ。コスト的に。新車店舗に配属されると、で、新車店舗の新車の営業マンっていうのは、まあ、とてもじゃないですけど、なんか中古車買い回すとはなんか言える雰囲気じゃないですよね。いや、そら新車の営業マンだったら当然新車だよね、みたいな、そんな雰囲気なんですよ。でもこっちとしては、まあ、年間2万とか3万キロ近く走る営業用の車に、なんかね、シャワリ使ってでも120万とかする新車をね、本当は買いたくなかったんですよ。通勤用とか、もう営業車とかね、もう好きでもない、欲しくもない、ただのね、足代わりの軽自動車に120万ですよ。新車の営業マンは新車を買うっていうのも本当こうあるあるなんですよ。で、本当それをね、私は当時買って、もう、ね、その軽自動車だけで本当に、ね、本当無駄金だったなって、未だに思いますけどね。でね、こうやって新車の自爆営業で、自分でね、車を買うっていうのは本当多くて、どんな時に自爆して新車を買うかっていうと、まあ、今期の販売台数がちょっと落ちてんなとか、先月もちょっと売れなかったなとか、先々月もあんま売れてないってなってくると、店長たちがやっぱ詰めてくるんですよね。おい、どうすんのって。今月もね、そんな1台2台で終わんのとか、毎月毎月0台とか1台とか2台とかね、そんな繰り返してどうすんの、ちゃんと仕事してるみたいな。ちゃんとね、お客さんに提案したのとか、見積もりはプランは渡したのとか、今日は何件アポ取ったのとか、今度の土日のフェアは呼び込みはとか。あれもこれも資料作れたとか、もうほんとね、頻繁にね、行動チェックされてくるんですよ。今結構優しく言いましたけど、本当はもっときつい言い方されますけどね。でね、これをずっと繰り返されると、やっぱり営業マンもだん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 病んでくるんですよね。で、まあディーラーの営業マンの大半は、あれと一緒なんですよ。なんか、赤字続きの小さな会社で資金繰りに困ってる自転車操業の社長。で、店長とか役員たちがもう借金取りと同じなんですよ。お、どうすんだ今月みたいな。で、そうなってくると、ね、今月だけでもどうにか、なんとかってね、なって追い込まれた時に、自爆して新車を買うんですよ。いや、それ聞くと、いや、何百万も損してまでそんな新車なんて買うんすかって、思うかもしれないですけど、ディーラーの現場で働いている人はこれがリアルなんですよ。もう何人も見てきたっすよ。欲しくもない新車を、在庫車のね、
中から今月新車登録できる車を探して、その中で一番安いやつとか、まあ無理やりでも納得できるような車種を選んで、あの新車をね買う営業マンたちをね、ほんといっぱい見てきました。で、なんで自爆して新車購入するかっていうと、あの一瞬救われるからなんですよ。自爆して新車を買うと、どういうことかっていうと、あの自爆で新車を買ったとしても、普通のお客さんに車を売った車と同じように一台の実績として捉えてくれるんですよ。そして、まあ、数日ぐらいは、まあ、店長からあんまりそんな詰められなくなるんですよ。自爆して車を買うと。これが本当洗脳だと思うんですよね。なんか聞いてるだけだと、いや自爆でも一台として実績にしてくれるからいいやんとか思うかもしれないですけど、これがね、自爆営業がなくならない根本的理由だと思うんですよ。自爆営業するまでにずっとね、こう詰められてる人っていうのは、やっぱ精神がね、崩壊するんですよね。ズタズタにね、あの逃げれないように傷つけて、あの居心地のね悪いような空気にしておいて、結果何百万払わせて、わずかな時間でも救われる時間を与えるんですよね。そのわずかな時間でも楽になりたいって人は買っちゃうんですよ。これをね、自爆しても実績にならないようにすると誰も買わないでしょ。欲しいと思わない限り買わないんですよ。で、どうなるかというと、新車を無理して買わずに会社を辞めるんですよ。自爆して買った人に優しさを見せることによって、車を買うっていう選択肢を与えるんですよ。そして自爆して新車を買った人に、あのローンを組ませることによって、借金が残るんで、辞めたくても辞めれないようにしてるんですよ。口には出せませんけど、そういうことなんですよ。これ本当に良くないシステムだと思ってるんですよ。ね、もう新卒でね、入ってきてね、すぐ新車をね、あの残クレで購入させられ、数年後にまた残債を上乗せして、で購入して、結局300万400万の借金を抱えた状態になって、ずっとローンを払い続ける若い子たちもいっぱいいるんですよ。本当にね、そういう若い子のことを思うんだったら、もう自分で買った車は実績に入らないから、もう好きな車を自分の予算で考えて、自分のタイミングを見て買いなさいとかね。300万する新車を買うって言ってきたら、ちょっと話をしてアドバイスしてやってくださいよ。それをね、実績にするから買っちゃうんですよね。それをね、なんか店の一台とかね、会社の一台のために、売り上げのために、社員をね食い物にするのは本当に良くないんです。もうなんかシンプルにもうダサいっすね、そのやり方が。そんな上司みたいに誰がついていこうと思うんですかね。もう目先の利益のために社員をね、掴んだよって思うんですよ。自爆営業がなくならないのは、会社側も表向きはダメとか言ってるんですけど、でも自爆営業を内心はありだと思ってるんですよ。だから聞いてこないんですよ。社員がね、新車を買おうとしてたりとか、残債をね、上乗せしてまで、借金が膨らんでまで買おうとしてても、知らんぷりなんですよ。もう一台が欲しいから、詰めるだけ詰めてね、精神的に追いついて、ほらほらこの車を買えばとりあえず楽になるぞっていう状況を作ってね、一台をね積み上げてね、そんな会社終わってます。今からもう転職もね、もうあの転職とかもみんなバンバンしますからね。そんなやり方してたらね、ほんとバレますよ。もうどれだけね、情報が無料で転がってると思ってるんですか。あの役員とか店長が新車を買おうとしてる営業ね、こう全力で一回止めてみたらいいっすよ。買おうとしてる人がいたら、どうしたの？なんで買うの？ってこうヒアリングして、そこで、いやこれね、買ったからって実績にならないんだよって言ってみてくださいよ。それ聞いたらほとんど新車買うのやめますから。それを聞いてでも買うっていう人は本当に新車が欲しい人だろうから、それはいいですけど、ほとんど買いませんって、そんな言ったら実績にならないよって言ったら誰も買いませんって。あえてしないでしょ？その一台のために、利益のために。もっとね、社員をね、守る会社でね、会ってください。人材が流れますよ、本当に。でね、まあ、今から、ね、ディーラーでとか働こうとか、まあ、営業職でとか、まあ、整備も一緒ですけど、働こうと思うんだったら、欲しいと思って買うのはいいんですけど、なんか周りの空気的にみんな新車買う流れだからみたいな感じで、新車を買うのは本当良くないです。あと残クレとかそういうのもよく理解してから組まないと、よくわかんない人にその残クレをね、社員に組ませるって本当良くないですよ。そんなことをしてたらね、本当ね、どん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 衰退していきますよっていうのをね、言いたいです。はい、ということで、ね、今回ね、
まあちょっとね、突っ込んだ話をしましたけど、まあこれリアルっすよ。未だにこういうの多いっすからね。で、またあの、近いうち動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価、あとコメントっすね。よろしくお願いします。バイバイ。